どうもブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。お付き合いしたばかりの彼氏のバレンタインと誕生日にどうしようか悩んでます。2月12日に彼氏の誕生日でどういうお祝いをすればいいのか教えてもらえないでしょうか、とのことですね。どうですか？2日ちょっとずれてると。まあでもね、分かってるだろうけどまとめちゃいけないよと。でその誕生日だけど、まあね、まだ付き合ったばかりだからお互いのこともまだちょっと分かんないこととかも多いだろうから、そこはなんか下手にサプライズ行くよりかはなんかちょっと相談しつつみたいな感じで決めた方が失敗はないのかなっては思います。彼が何が好きなのか、もしかしたらなんかちょっと2人でお出かけしようよっていうのかもしれないし、それともなんか家でちょっとのんびりゆっくりしたいなっていうのかもしれないし、まあ、そこはちょっと彼氏に聞いてみつつ、なんか彼が喜ぶものを用意できたらいいかなとは思います。バレンタインはまあチョコ渡すっていうのでいいですか？とりあえず。そうですね、甘いものが嫌いじゃなければね、中には嫌いな人もいるからそこは考えてほしいけれども、もしお酒が好きな人とかだったらなんかちょっとお酒の入ったねチョコレートとかも喜ばれるだろうし、そんな感じで彼の好みに寄せつつ、ただなんかまあ手作りが苦手っていうんであれば無理に作んなくてもいいんじゃないかなとも思うんですよ。なんか作ってもらうのが必ずしも正義ではないからね。だからちょっとなんかあんまり自信ないなっていうのを無理やり作ったんだって言ってなんかぐちゃっとしたの持ってくよりかは、ちょっとなんか今年はなんかあんまり自信なくて今日は買ったんだけれどもって言って、なんか綺麗にラッピングされたやつとかね、なんか彼が好きそうなチョコを買っといて、でも来年は頑張ってみるって言ってみるとか。でもあとは買ったものでも手紙が添えてあったらそれでなんかこもった感じはしますからね。確かに、手紙は大事ですね。そういうなんかちょっと自分のなんか思いを込めてる要素があれば、いいんじゃないかなと思うので。じゃあその問題はプレゼントはじゃあ大丈夫ですね。誕生日渡してバレンタインはチョコだけだとしたら、問題はじゃあケーキをどうするかってことですよね。じゃあ甘いのがドンと続くのが。本当ですね、甘いのが続きすぎるのも嫌だなっていうパターンもあったりするからね。もうその男性によっては職場からの義理チョコも結構多めにもらう方だったら甘いの続きになっちゃいますしね。だからそこはなんかまあじゃあ例えばもうちょっと誕生日のお祝いはして、でケーキとかはじゃあちょっと別の時にまたなんかもうちょっと時間空いてからどっか食べに行こうかとかどっかで買おうかっていう話でもいいと思うんですよ。無理にその日にまとめなくてもね、またなんか別の時に楽しみ取っておけばいいと思うので、まあちゃんとしたお祝いはして、でケーキはまた後日みたいな話でもいいと思うし、そこはまあこういうふうに考えてるんだけどどうっていうふうに聞いてみたらいいと思います。あんまり勝手に自分で考えすぎてなんかこうだからっていうよりはちょっと彼の意見も聞きつつ、甘いの好きな人は全然 OK だよっていう風になったりもするわけだから、ちょっと尊重してあげながら決めてみたらいいと思います。はい、まあ、じゃあ相手に聞きながらっていうのがまあ今回は重視したらいいんじゃないかってことですね。そうですね、最初まだ分かんないし、ちょっと なるべくこう楽しみながら考えられるように質問してみたらいいと思います。はい、じゃあぜひ参考にしてみてください。じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。